そこのお兄ちゃん、安くしとくから食べていきんや。おすすめ？そんなもんガタガタ言わんとイカ焼き食べとき間違いないから。阪神百貨店の色美味しいんやから。皆さんこんばんは、山本さやかのスパーク始まりました。今日の寸劇は大阪のおばちゃんになりきってみました。メッセージテーマがね、なりきる選手権ということで、今回このような寸劇になりました。こんな風になんて言うの、イメージちゃんと持たれてるんですね。大阪のおばちゃんって本当にいるんですよね。いらっしゃるんですよ、こういう方。たこ焼き屋さんとか行ってもね、普通に1個2個とかおまけしてくれたりとか、もうお嬢ちゃん可愛いから食べていきとかってね、言ってね、増やしてくれたりとかするんですよ。なんかあったかいですよね。なんか大阪は本当なんか、地元ですけど、ちょっと海外のような、そういう温かみのある街かなっていうふうに思いますね。そんな私、山本さやかですが、近況と言いますと、まあ、なんだろう、特に、変わり映えのない生活をしてるんですが、お仕事以外は。以外だと、まあ、地味に自炊をしたりとか、あとは、まあ、最近、阪神タイガースの選手の引退がね、藤川球児選手とか、能見選手とかね、ありまして、もうちょっと阪神タイガースファンとしては、ちょっとね、なんかこう、熱いし、切ない、なんか日を過ごしてたな、ここ最近っていう感じでしたね。最後まで皆さんがこうね、選手の皆さんがね、こうやりきる姿を見るとなんか本当力をもらえますね。ファンとしても嬉しいですし、一人間としても、あ、こういう姿で私もやっていきたい、頑張っていきたいなって思わせてもらえる試合だったりを最近は見て過ごしておりました。さあ、スパーク、今夜も皆さんからメッセージを募集します。テーマはなりきり選手権。アゲインストを聞くとエアドラムをしてしまう番組ディレクターというところから生まれたテーマ。そこで皆さんからついつい〇〇になりきっちゃうというものを募集します。あのドラマのワンシーン、あのライブのパフォーマンス、芸人さんのネタ、はたまた誰にも伝わらないけど近所にいる癖の強い店員さんや職場の同僚、上司、学校の先生などなど、ついついなりきっちゃうものを教えてください。メッセージの送り先はツイッターの方、ハッシュタグは SP813、 そしてハッシュタグ JWAVE をつけてつぶやいてください。すべて小文字です。また番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからも送ることができます。そちらからも待っております。それでは山本さやかのスパーク、今夜のオープニング一曲聴いてもらいたいと思います。こちらはですね、私の好きなアニメーション映画の主題歌として、劇場で流れていた曲になります。もうね、その映画がね、よくってなんかね、そこにね入ってきたマッチ具合とか、そういうフィルターはね、まあもちろんなくはないとは思うんですけど、それを除いてもね、癖になるいい曲だなって思うんですよね。もうアーティストさんは皆さん知ってるアーティストさんだと思うんですけど、ギターの一つ一つの音とかね、なんかちょっとね、不思議な感じの音色が、その音いくんやみたいなね、ちょっと不思議な音が面白い一曲になっております。それでは聴いてください。スーパーフライで覚醒。スーパーフライで覚醒をお送りしました。山本さやかがお送りしているスパークマンデー。それでは今夜のメニューに行きましょう。スパークドリーマーのコーナーでは、先週に引き続きケツメイシの大蔵さん、リョウさんが登場してくれます。今チェックしておかないとやばいよという曲をレコメンドしてくれます。先週は大蔵さんがレゲトンなダディヤンキーのデュラをおすすめしてくれましたが、今週はリョウさんです。お楽しみに。そしてスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画、
山本さやかが心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト、こちらも引き続き日々投稿が増えております。皆さんありがとうございます。今日もその中から朗読していきたいと思います。こちらもお楽しみに。それでは早速皆さんから届いているメッセージを紹介していきたいと思います。テーマはなりきり選手権ですね。ラジオネームエリさん。私は猫を飼っているのですが、その猫と触れ合っている時はにゃーと猫に向かって喋ったりしています。猫もにゃーと鳴き返してくれるので、猫になりきることで猫にも気持ちが伝わっていたりするのかなと思ってしまいます。かわいい。確かにね、なんかなんでそうなっちゃうんでしょうね。赤ちゃんとか動物とか前にするとなんか普段ね人間として生きてるのに、そういう時だけなんかこうね、その相手に対してこう寄り添おうとしてるからなのかな。私もねワンコ飼ってるんでね、気持ちすごいわかるんですよ。ワンワンね、私の方が言ってるぐらいワンワン言ってますね。伝わってたらいいですね。確かにね。それでなんかちょっとでもね、こう会話というかね、コミュニケーションできてる気がして楽しいですよね。できてるなと思う時もありますね。やっぱ、まあ頭いいんですけどね。動物のみんなもね、うちのワンコとかもやっぱ、なんだろう、こうちょっと凹んでる時とか、普段よりもすごいね、スリスリしてきたりとか、ペロペロしてきたり、あんま顔なんか普段舐めへんのに、何よ今日みたいなね、なんか察知してくれるのかわかんないんですけど、あるんですよね、そういう時が。そういう時本当にすごい、あーって嬉しいって思いますね。癒しですね。アニマルセラピーです。続いて、ラジオネーム、さやこちゃん。大好きなさやかちゃん、こんばんは。こんばんは。私がついついなりきってやってしまうのは、アナザースカイごっこです。仕事で海外に行く機会があるのですが、行った土地で綺麗な景色があると、くるくる回りながら、ここが私のアナザースカイとやってしまいます。今までだと、ブータンの山頂や、アゼルバイジャンのカスピ海、スロベニアの高原、カン君のビーチサイドなどで、楽しい思い出になっています。早く海外に行けるようになって、またアナザースカイごっこがやりたいです。わかる。もう私もどこでもやってます。てかめっちゃ行ってますね、すごい外国。アナザースカイは私のアナザースカイ、まあ、大阪、京都、日本だとやっぱりそうですね、京都はね、あの学校、京都の学校に行ったりとかしてたので、もう青春というかが詰まったアナザースカイになってますね、私にとっての。海外だと中国とか香港、台湾とか、あとはグアムかな。グアムにね、グループ時代に毎年行ってたんですよ、ミュージックビデオとかね。だからね、もうグアムのビーチですね、多くが。ほんとなんかグアムだったらもうすぐ行けるみたいな感覚になっちゃいましたもんね。それでね、また行きたいですね、海外ね。アナザースカイごっこやりたい。私もちょっとまたアナザースカイの動画とか撮れたらどっかで貼りますね。みんなでやってきましょう、こういう時だからこそね。続いてラジオネーム、マスカットさん。さやかちゃん、こんばんは。こんばんは。私がやってしまうのは、プロ野球の球場 DJ さんのスタメン発表を読み上げるよう、人の声真似です。音楽番組なので、選手が使われている曲が流れると、つい、2番、ショート、源田などと言ってしまいます。さやかちゃんは、甲子園球場など、様々な球場に行かれますが、好きな球場 DJ さんとかはいらっしゃいますか？なんかわかりますよ。でもなんかああいうのってやっぱなんかこうよく聞いてるとね、特にその野球ファンだったりとかするとよく聞いてるものだからね、余計こう染みついて言っちゃいたくなりますよね。ちょっとね、あの球場 DJ さんまではチェックしてなかったかもしれない。ちょっと申し訳ないです、勉強不足で。逆に教えていただきたいですね、どういう方がいらっしゃるんでしょうね。私的に野球関連でモノマネしたくなるっていうと、やっぱりフォームですかね。どっちかというと、選手の、ピッチングとか、バッティングのフォーム。バッティングに関してはめちゃくちゃやってましたね。やっぱ選手、一人の選手でも、毎年変わる選手もいらっしゃったりとかするので、誰々の、だから例えば中田翔さんの2011年とか、そういう感じでね、真似というか、するように
なりますね、自然と。それで、バッティングセンターに行って、誰々、じゃあ次誰々やるわ、とかって言って、選手のモノマネして打つと、打てるんですよね、なんか。よくできてるなって思いますよね。野球ファンはね、あるあるじゃないかなって思います。早速ですが皆さんメッセージたくさんありがとうございました。まだまだメッセージをお待ちしております。番組ホームページのメッセージトゥースタジオからぜひ送ってきてください。では続いてここでもう一曲紹介したいと思います。竹原ピストルさんの楽曲でですね、竹原さんというとこうアコギ一本でもう打楽器のようにギターをねかっこよくかき鳴らして、でそれに負けないこう魂のような歌声で歌うっていうイメージがあるんですけど、この曲はまたそのイメージとはちょっと違った切なさサウンドの、一曲になっております。竹原さんがライブハウスとかでねライブを続けていて、なんかこうなかなかなんだろう、描いている夢のようにはいかないっていう状況の時に書かれた曲っていうことでね、食ってくる歌詞になっていると思います。それでは聴いてください。竹原ピストルでレイン。竹原ピストルでレインお送りしました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE からお送りしている山本さやかのスパークマンデー。だいぶね、肌寒く冬らしくなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先週もお伝えしましたが、来年1月から2月にかけてファンクラブ会員限定のツアーを福岡、大阪、東京で開催します。ツアータイトルはさやか山本 Q2021 となっております。久しぶりに皆さんと一緒にできるライブになるのかなと思っているので、ぜひ皆さんお時間ある方は、一緒に楽しい遊べるライブにできたらいいなと思っております。さらに12月23日水曜日、ライブブルーレイ&DVD 山本さやかライブツアー2020アルファがリリースになります。こちらティザー映像も公開されております。チェックしていただけてるでしょうか。もう1ヶ月ちょっとこうですかね。あ、もう本当今年終わりですねっていう感じですけど、今年最後のね、自分や周りの方へのプレゼントとかにぜひぜひ、手に取ってもらえれば嬉しいです。詳しくはホームページや SNS などをチェックしてください。それではここで私の曲を一曲お届けしたいと思います。アシッドマンのですねボーカル大木さんにサウンドプロデュースをしていただいた楽曲になっております。アシッドマンの成分も、すごく入ったかっこいい曲に出来上がりました。聴いてください。テルブルー。山本さやかでトゥルーブルーをお送りしました。こちらのトゥルーブルーは先ほど紹介した山本さやかライブツアー2020アルファの公演で歌わせていただいている一曲になっております。この曲でね結構後半ガラッと雰囲気がもう本当にこっから畳みかけるぞっていう時にね歌わせていただいた曲になってるので、なんかこうねスイッチを入れるような存在の曲なのかなーって思っております。そのライブ映像ではね、もう久しぶりに歌いながらダンスも踊っております。結構ね、期間が空いたので体力作りとかがね、大変だったんですけども、またね、この公演をできるっていうね、喜びもありましたし、そのダンスをね、ホールツアーだったので、ホールでできるこう演出、映像の演出だったり、ライティングだったり、そういうのをね、めちゃくちゃね、フル活用しながら、ダンスもこう私一人が踊ってるんじゃなく、こう映像と絡み合わせたりとかしながら、視覚的にも楽しめる映像になってると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。山本さやかの J-WAVE スパークマンデー。お知らせの後はスパークドリーマー。決命書おかわり。大蔵さん、りょうさんが再び登場です。スパーク、まだまだ行きますよ。この後1時まで。J-WAVE からお送りしている山本さやかのスパークマンデー。それではこちらのコーナーに行きましょう。
このコーナーでは毎週さまざまなジャンルの音楽先生が登場。私に今チェックしておかないとやばいよという曲をレコメンドしてくれます。お迎えしたのはこのお二人です。よろしくお願いします。なんか2週続けてすいませんね今週もやってまいりました。はい、ケツメイシの亮と大蔵でございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。スパークマンデーなんですねこれ。そうなんです、はい、月曜日を担当してます。私そうですか。はい、月曜日は大事ですからね。週の初めですからね、はい、ここでどう乗り切るか。これでもさ、こう夜中火曜じゃんもん、うん、はいね、チューズデーですか。確かにね、またいちゃってますね。スパ中だね。スパ中か。スパマンじゃないわこれ、はい、他の曜日はスパなんとかになるんですか。スパ中もありますね。あ、あるんですか。そうなんですよ。あ、でも月曜日の夜ということですか。そうですね、はいはい、多めに見てもらっていいですか、はい、仕方あるまい、はい、つかまわんよお願いいたします、はい、お願いします、はい、先週は大蔵さんに、ダディヤンキーのダディヤンキーデュアをセレクトいただきました。ちょっと有名なやつです。ダディヤンキーの、はいはい、やらせていただきましたけど、今週はですね、りょうさん、はい、はい、りょうさんにおすすめレコメンドしていただきたいなと思います。僕ははい、ヌジャベス先生の、うん、あ、いいですね、ラブシックパート2あたりいきませんか。はい、こちらはどういう楽曲なんですか。ヌジャベスさんっていう、セバジュンさん。うん。逆にアルファベットで書いてる。あ、ヌジャベスさん。そういうことか。もうすごいいいトラック。これ歌ってるのは、シンゴツーさんっていう、うん。あ、別の方。方なんですけども、この人の音すげえかっこいい。へぇ、だからもうおじさんなんで、最近のああいうなんか、うん、トラップとか、うんうん、そういうのちょっとわからないですよ。多いですもんね最近ね、うん、だからゆっくり気持ちよく聴けるというのは、うん、ヌジャベス先生最高ですよね。そうですね、一周回ってきた感がありますね今、はい、あのなんか僕らの青春時代だったローファイヒップホップとかそういうのが流行ってますね今、はい、チルヒップホップみたいな、ね、そうですね、チルね、はい、流行ってますよね。ヌジャベスさんケンタの結婚式に来てて、ケンタうちの DJ のそうですね、そうそう、はいはいはい、その時もうちょっと話しとけばよかったなと。花見もしてたりね、あ、飲んだりとか、じゃあ近しい方であるんですね、はい、もう今お亡くなりになられたんです。そうなんですね、はい、でもこの曲がずっと残って、うん、みんなもう世界中で愛されてるんで、ね、うん、もうあのレストインピースって言うじゃないですか、うん、レストインビーツ、うん、ヌジャベスとかみんな捧げてて、うん、はい、彼の有名なすごいなと思って、うん、そうなんですよ。これからも残っていってほしい楽曲ですね。はい、はい、それでは曲紹介の方をお願いします。俺ですよいいですか、誰がやるんですかヌジャベスのラブシックパート2です。ヌジャベスのラブシックパート2をお送りいたしました。はい、はい、いいですね、うん、青春が、僕はもう思い出がセットなんで、はあ、じゃあ余計こうエモーショナルっていうかね、いやいや、はい、初見でもそうですけど、かっこいいですねやっぱ改めて、うんうん、あとラップもいいですね、ラップもいいです、シンゴツーさん、うん、かっこいいですね、はい、余裕もある感じがね、うん、おしゃれ、余裕大事ですよね、うん、焦っちゃうとね、なんかこう気だるげな感じが、ね、こっちも忙しくなっちゃうんですよね、聞いてる方もね、あ、そういうことか、はい、レコーディングでね、たまに走り屋出ちゃうもんね、走り屋がね、うん音に対して結構ラップってこのスネアと、うんうんうん、キックとね、キックとハイハットと、うん、ドラムのあとベースをちゃんと聞いてちょっと後ろめにこう当てるんですけど、はいはい、すぐ走っちゃうもんね、走る時はありますね、うん、私もあの自分の楽曲でちょっとしたラップパートを作ったことがあるんですけど、はい、やっぱり結構前のめりな曲を歌うことが多いので後ろ乗りっていうのがすごい難しかったですね。早口のラップが難しいと世の中思われてますけど、うん、実際は真逆ですね、はい、ビートがゆっくりであればあるほど難しい、ね、ハイハットのノリとかもあるんで、うんうんうん、あれに合わせていかないと聞いてるのが気持ちよくないんですよ。そうですね、はい、グループ感じられるんですね。真面目な話をしてしまいました。やべえ、いやいい話聞けましためちゃくちゃ、いかんいかん、カットで、いやー、待って、もったいないマイナス営業になってしまうんでね、いいえ、もうそんな、はい、いいお話をありがとうございます。でもぜひ聞いてみてください。通して、はい、勉強させていただきます、はい、そんなケツメイシさん、はい、両 A 面シングルスーパースターよく笑えがリリース中ということで、はいはい、なんと来年にはメジャーデビュー20周年をお迎えするということでおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。気づけばメジャーデビュー20周年でございます、はい、どうですか、なんか長かったな短かったなみたいな、
やすげえ長かったですでも15周年を実は5年前にやったんだなってことがびっくりしました、うんうん、早いと思いました。そっか、そこ15から20が早いですよ。40過ぎたらマジで早いですよ。そこ早いですね。今年何の試合終わっちゃった。まあしょうがないですね。俺の2020、俺のコロナとか関係ない、本当ですか。毎年早い。早いんですか、アラフィフですか。あの何、あの小学校の時夏休みって永遠に続くのかと思った超長かった。夏休みあっという間に終わりましたね。そう、はい、充実してるんですかね。してないからじゃないですか。近所のおばさんみたいな。あれ新しい刺激が多いと、うん、やっぱりこういろいろ目んじゃないかな。何にもないからか刺激が。毎日ルーティンすぎるのもね。あ、そうですよね。そう、なんか こなしてしまうっていうのはあんまり良くないんじゃないかなっていうのは僕は思います、うんうんうん、新しい刺激とか気をつけます。はい、出かけてみるとかね、はい、いろんなこうなんか新しい本を読むとかね、はい、映画を見るとか。わかりました、はい、気をつけますいや気をつけなくていいですけどなんかあれですか、なんかこう、はい、長く続けるにあたって、うん、まあこうしようと思ってたなとか、それとも本当に特に気にせずに20年走ってきたなっていう。結局はね、スタッフが優秀だからです、ね、スタッフのマネージャーさんとかもみんなです、ね、あ、それめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか、はい、いや、これはね間違いないです、うん、本当ですね、それはあると思います。だってそれしかないかもしれない、それしかない。あとご縁とね、はい、ご縁です。投げみたいなもんだもんね。だって歌なんか死ぬほど上手い人いっぱいいるのに、うん、そうですよね。だから売れるとは限らない、ね、タイミングだから、そ、僕らが昔やってたようなことを今やってもダメなわけじゃないですか、うんうんうん、あの時だから良かったとか、うん、はい、ね、ね、今何でもありますからね今、細分化がすごいされてますよね、はい、なんかまあね、幸せでしたよね、そのスタートの時とか、うん、本当に携帯だってねあんまりなかったりとか。そうですね、本当 CD1 枚がね、はい、めちゃくちゃ貴重だね。うちの大学で初めて携帯持ったのはこいつなんです、うん、僕です、こんなトランシーバーみたいなね、はい、持ってました。あ、あのいわゆるガラケーでもなく、ガラケーでもなくかまだね、トランシーバーですね、はい、あの大きめのどこも 1.5 とか出る前ですね。へ、もうめちゃくちゃ昔のやつです、ガチャってやつです、はい、ガチャって。え、でもその時はねヒーローですよね、はい、医療というか、まあ、感じ悪いやつだなみたいな。あれからもう電話来ないですよね。電話代がめっちゃ高いから。電話ないです結構無駄な感じだったんです。7秒で10円とかするんで。すごい時代でした。はい、当時公衆電話とかもあったんですよ。ありましたね。テレフォンカードが 50度とかで、うん、で、こいつの携帯に、自慢の携帯に電話すると、うん、お電話ありがとうございます。嬉しい。吉田大丈夫ですので、そのメッセージで、ポワワワって番号が減ってって、ピーって言ったら、ピーって言ってください。そうやってた。時間取られちゃうんですね。そしたらもう、それ聞くだけで70円とかかかって、はい、とか、まあそういう青春ですね。でもね、青春ですよね。簡単に待ち合わせなんて今してますけど、昔はちゃんとも何時何分みたいなね、ね、はい、一個一個決めないとね。そんな時代から、はい、気づけば、うん、はい、やってますね。その時々でね、なんかこう対応していきたいですよね、はい、まあ、続けていくことっていうのがなんか大事なのかな、うんうんうん、やめなきゃ周りがやめるっていうのはあるよね。そういうのもありますね。みんな、はい、最初僕らも大学の頃やってたんですけど、うん、最初こう就職だとか、うん、結婚だとか子供が生まれるで、うん、やめていくんですよ、うんうんうん、そうすると意外と残ってるよね。なんかまあ変化を感じながら、こうやっていったらいいかなとか、うん、やりながら続けていったら20年ですかね。はあ、そうですか。まだ真面目なこと言っちゃったね。いやいやいや、もう本当にありがたきお言葉を。いやいやいや、ね、もう何ですかもうよくねえかっていうのはあるでしょ。いや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 、もうそんな、やっと20歳ですよ。あ、そうですね、もうすぐ50だから。いやいやいや、グループとして20歳です。成人式とかそんなあれじゃない。成人式です。これはないな。まあだからこうお礼回りにね、できるようなツアーにしていきたいなっていうふうに思ってます。そうですね、はい、3月27日から、はい、全国ツアーと夏ぐらいまで、いろいろツアーですね、はい、うん、いろんな、ね、各所 ね、各地ご挨拶しながら。僕ツアーでその土地土地の、うん、こういろいろな美味しいものとか、うん、ちょっとなんかあのいやらしいお店とかそういうのが好きなんで、うん、だってあの正直ねツアーはだるいんですけど、そのご褒美でその裏ツアーが僕の中ではメインなんです。でもそれがまたツアーに生きてくるんですもんね。本ツアーにね、そうで、そういう、うん、あのトークもね、こんなことがございましたっつって、うん、いやでもそれって結構大きいですよね。そうなんです、何もないとね話すことができない。そうなんですね、インプットがね、田中さんはツアー中多くなるんですよ。亮さんが ね、 ね、じゃあなんかあれですね、本ツアーの方の MC とか、そ う、 そういうねことも楽しみですね、はい、まだまだね、はい、2月10日にはベストアルバムも出していただいて。誰が買うんだよベストアルバムいや、あのみんな持ってますよねそも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 ね、みんな持ってるんですよ、この記念です、ね、記念です、ごめんなさい、記念と思って、記念ができるっていいですよ、はい、
まあ、あの前回はあの我々が自分たちで選曲したんですけど、今回に関してはあの周りのお世話になっている方々にルーツを選曲していただいて、じゃあ内容がね変わりますからね、はい、また面白い違いとかをね聞いてもらえたらね、特典もつけながら、はい、記念のベストアルバムになればいいなと思っております。ぜひぜひ皆さん聞いてください、はい、真面目な話こんな感じでいいですか、はい、ありがとうございます、はい、ケツメイシの大蔵さん、りょうさん、2週にわたってありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、またお願いします。山本さやかのスパークマンデー、皆さんからいただいているメッセージ紹介していきましょう。テーマはなりきり選手権、こちらラジオネームヨン様、最近長州力さんの YouTube にハマっているのですが、その面白いところを人に伝えるとき、普通に話して伝えればいいものをつい長州力さんのモノマネをしてなりきって伝えてしまいます。待って、これ私も最近長州力さんめっちゃ見てたんですよ。嬉しい。こんなとこでなんかそんなリアタイムリーになんか分かり合えるなんて、ちょっと興奮しました今。分かります。なんかね、長州力さんすごい面白いんですよ。楽しくって見てて元気になれるっていうか。で、あの結構独特な喋り方されるじゃないですか。モノマネするんですけど似せられないです。なんかなんだろう、何が違うんだろう、どうやったら似るのかわからないんですけど、どこから声が出てんのかなとか、どういうなんか滑舌の仕方なのかなとかね、え気になりますよね。もっと私もなんかあの寄せられたらいいのになって思いながらいつもモノマネしてます。ここでやるのは辛い。本当にあのお聞かせできるようなクオリティじゃないんですよ。ぜひ皆さん YouTube とかね、テレビとかよく出てらっしゃるので。私だから最近スタンプ買いましたもんね、長州力さんの。続いてラジオネームキャスバルさん、アニオタなんでシチュエーションごとにアニメのセリフをキャラになりきって心の中でつぶやいてしまいます。例えば自分が失敗した時は、認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを。くじけそうな時は、逃げちゃダメだ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 。仕事の時は、全集中、仕事の呼吸1の方、高速タイピングとか。さやかちゃんならどんなセリフを思いつきますか？すごい。でもこれはもうめちゃくちゃわかりますよ。私もまあまああのオタクさせてもらってるので。でもそうね、こういう時になんだろうな、あの好きなねゲームとかのキャラクターで、もうすごくねみんないい言葉名言をね放ってくれるんですけど、その例えばこうイライラした時とか、嫌な言葉を投げかけられたりとか、嫌な気持ちになった時に浮かぶのは、あのアイドリッシュセブンっていうゲームのロクヤナギくんっていうね、あの外国人のキャラクターの子なんですけど、その子がね、スマイル&ジェントル、悪口に悪口で返さない、心の中でショートコントと唱えるって言うんですよ。まあこれ今なりきりでも何でもなかったんですけど、ただセリフ言っただけなんですけどね。その喋り方がちょっとこう外国人なまりみたいな感じで、その時はね言うんですよ。スマイル&ジェントルですみたいな。全然伝わらないと思うんですけどね。でもいい言葉だなって思って胸に留めて、なんか怒らないようにしたりとか、もう嫌なことがあってもショートコントショートコントって思うようにしたりとかしてますね。アニメだと思うとちょっとマシになりますよね。なんかなんだろう、自分がその世界に行けるからなのかな、現実世界から少しその瞬間だけ逃避して、なんか主人公とかキャラクターも頑張ってるしみたいな、同じ気持ちだしみたいな感じで多分ちょっと励まされるんですよね。本当なんかアニメとか漫画とかの存在って大きいですね。こういう時にやっぱずっと心に残って助けてくれるからね、ありがたい存在ですね。ありがとうございます。このアニメは自分一人で再現できる。まあ、そんな長いシーンとかでもないですけど、クレイモアっていう漫画に出てくる、すっごい、悪いっていうか、もうなんかこう、歪んだ性格、考え方のする悪い女性キャラクターがいたんですけど、
その人が言う言葉もどれもすごくなんかトゲがあって、でもなんか性格とかキャラとか絵面とかすごいパンチがあって、悪いキャラなんだけどすごく印象に残ってたから、そのキャラクターが言う言葉とかはいい言葉じゃないけど、中学生の時とかは毎日言ってましたね、一人で。誰にも伝わらないのに学校の廊下で叫んだりとか弱者の愚かな幻想なのよとかって言ってましたね。ありますよね。ちょうど中2ぐらいだったんでね、そういうピークだったかもしれないです。ど真ん中でした。私ね、まあ、なりきっちゃうのは、まあ、いろいろあります。さっきのね、野球のね、フォームがどうって言ったんですけど、審判もやりますね。たまにちょっと癖の強めの審判とかいらっしゃるんですよ。アウト、アウトじゃなくて、アウみたいな方とかね、いらっしゃるの。そういうのをね、試合見てても、普通にテレビで見ててもね、聞こえてくるんで、そういうのをね、私も真似しながら見たりとかしてるかな。今日の動画、ね、インスタの動画はじゃあ、どの選手にするかまだわからないですけど、選手のフォームとかのモノマネ動画にしてみますかね。ぜひ皆さん SNS の方もチェックしてみてください。それではもう一曲、私の曲を聴いていただきたいと思います。山本彩香で、アゲインスト。山本彩香でアゲインストをお送りしました。スパークマンデー、山本彩香です。ではここでスパークと講談社の小説投稿サイトノベルデイズによるコラボレーション企画いきましょう。題して、山本彩香が心を乗せて読む深夜のほっこりショートコンテスト。募集しているお題はもののつぶやき。続々と投稿増えています。ありがとうございます。今日紹介させていただくのは秋葉道さんの作品、あなたを守りたい。では朗読していきたいと思います。うわー、目が回る、冷たい、寒い、助けてくれ。あと20分もあるの？もうダメだ。あ、終わったみたいだ。やっと終わったか。今日もきつかったな。この時間が一番嫌いだ。でもこっからは大好きな時間だ。これのために今までを耐えていると言っても過言ではない。気持ちいい。外気持ちいい。晴れてて最高だな今日は。前は雨でダメだったから、今日が一段と気持ちいいな。太陽さんよ、もっと僕らに光をくれ。暖かさももっとたくさんくださいな。気持ちよかったな。あとは待機しているだけだな。あれ？相棒がいないぞ。ご主人様も探してるみたいだ。困ったな。相棒がいないと僕もどうしようもないぞ。どこ行っちゃったんだ？おーい！おーい！ご主人様は僕から離れて違う場所を探しに行った。5分くらいしてから何かを片手に持ち戻ってきた。おー！相棒！戻ってきた！よかった！どこ行ってたんだ？ T シャツの中にいたぜ。なるほどな。混ざっちゃったパターンか。大変だったな。何はともあれ、コンビ解消じゃなくてよかったよ。一時はどうなることかと思ったぜ。僕らにとってコンビ解消はイコール引退だからな。よかったよかった。次の日の朝、僕たちは緊張していた。選ばれるかな、今日のメンバー発表。大丈夫だ。俺たちはどんなコーディネートにもマッチするから選ばれやすい。そうは言っても緊張するもんはする。頼む、選んでくれ。さあ、まずトップスはカジュアルシャツか。まあいい感じだ。僕たちにも合うぞ。下はなんだ？ジーパンか。何にでも合うな。
これは倍率高くなってきたな。さあどうだ、今日はこれにしようっと。よっしゃー、メンバー入り最高。今日もご主人様の大事な足を守ります。僕たちは二人で一つ、大事な大事な靴下です。グリーンでエブリデイお送りしました。ショートストーリーをイメージして選曲してみました。ぴったりじゃないですか。いろんなワードが入ってきて楽しい曲に、秋葉光さんの作品がぴったりだったんじゃないでしょうか。今日のほっこりショートストーリーは秋葉光さんのあなたを守りたいでした。なんだか良かったですよね。こう切ないっていうようなショートストーリーも素敵なものがね多いんですけれども、こういうこうワクワクするような一日がね始まるようなものだったりとか、こうものに本当に感情がある、なんかこう掛け合いしてるみたいなね感じが可愛くって楽しい内容だったんじゃないかなと思います。秋葉光さんには副賞もお送りします。ありがとうございました。秋葉光さんをはじめこれまで選ばせていただいた作品をもう一度読みたいという方、講談社ノベルデイズのサイトに受賞作品の紹介ページがありますので、そちらでぜひチェックしてください。番組のブログからリンクを貼っておきます。山本さやかのスパークマンデー、お知らせの後はエンディング、もう少しお付き合いください。から山本さやかがお送りしてきたスパークマンデー、そろそろお別れの時間となりました。今日も早かったですね。楽しい内容がいっぱいでした。ケツメイシのお兄さんたちも本当にね素晴らしい楽しい方々で、楽しい1時間お送りできたなと思います。聞いてくださった皆さんありがとうございます。決まった番組のステッカーもですね現在制作中ですので、もうしばらくお待ちください。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。そして次回のスパークマンデーのメッセージテーマはマイ収穫祭2020です。2020年を振り返る企画もそろそろスタートしていく頃、今年一番の収穫エピソードを大募集。買ってよかったもの、ゲットしたもの、気づきや学びなどなどぜひ教えてください。ずっと欲しかったものを買いました、いや彼氏彼女ゲット、ステイホームでいろいろ気づいて断捨離した、頑張って資格に挑戦中などなど、いっぱい送ってきてください。それから普通歌も随時募集しておりますので、そちらも合わせて番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからぜひ送ってください。よろしくお願いします。そして番組インスタもぜひチェックしてください。今日もねこの後写真アップしていきたいと思います。今日は野球選手どなたかの、バッティングなのかピッチングなのかフォームをね動画で投稿できればなと思っております。アカウントは JWAVE アンダーバースパークアンダーバーさやかです。ぜひフォローしてください。また聞き逃してしまったところやもう一度聞きたいところなどがあれば、ぜひラジコのタイムフリーからお願いいたします。さて明日のスパークはポルカドットスティングレーのしずくさんが担当、そしてこの後1時からはキングスプレイス、月曜日はポマレが担当です。引き続き JWAVE で楽しんでください。それではまた来週お会いしましょう。山本さやかでした。バイバイ。こんばんは、山本さやかです。まもなく歌子生放送始まります。今夜はフォークソングに挑戦ということで、イルカさん、南光節さんと名残雪を歌わせていただきます。
3人のハーモニーを楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。私としては前回に出演させていただいたのが今年の5月だったのでとても久しぶりなんですけど、さらにお客様たちの前で歌えるのもめちゃくちゃ久しぶりなので、しっかり私の歌が届けられたらいいなと思っております。うたコン NHK 総合でこの後19時57分からです。ぜひチェックしてみてください。以上、山本彩花でした。